男子ゴルフの世界最高峰といえるメジャートーナメントの2024年最終戦が7月18日、木曜日に始まります。全英オープンは4つのメジャーで唯一、米国でなくイギリスで行われる試合。今更他人に聞けないポイントをおさらいします。ゴルファーならゴルフ場にアウトとインがあるのをご存知でしょう。アウトコースは1番から9番までの9ホール。 対して10番から18番の9ホールをインコースと呼びます。これは全英オープンの会場であるリンクスコースが由来。海岸線やガシに作られたゴルフ場で、プレイヤーが1番ホールから出て水辺に沿ってプレーを進めていき、ボーイングアウト、10番で折り返して18番で帰ってくる、カミングイン、ことから名付けられました。日本をはじめ、 現在の多くのゴルフ場では1番と10番がクラブハウスの近くにあり、どちらの木からもラウンドを始められる、9番または18番でホールアウトできるのが一般的。ただし、伝統的なリンクスの形状のコースではそうはいきません。10番が遠いため、全員が1番から出て18番でホールアウトします。この伝統を守り続けているのが全英オープン。 152以上の予選ラウンド出場者が1番からティオフすると、どうなるでしょうか選手一人一人のプレイ時間は変わりませんが、全体の試合時間が長くなります。23年大会では初日の第1組スタートが午前6時35分。彼らが練習を始めたのは5時台でした。そして最後の組は午後4時16分のティオフで、ホールアウトは同9時42分。 イギリスの日の長さも走行し、日没サスペンデッドも免れました。日没は同9時27分。全英オープンには、朝から晩まで一番ティングエリアでスタート選手を紹介し続ける、スターターというスタッフがいます。2015年まで41年間にわたって勤め上げたアイバー・ロブソン氏は朝食をとってから、その日最後の選手がプレーを開始するまで、飲まず食わず、 椅子に腰を下ろすこともありませんでした。